おはようです、マイカさん。おはようございます。マイカさんに、チュッ！ただの挨拶って言ってたじゃないですか。発見！そうだ、これやる。ソラ、ネズミラワル。諦めたのか？はあ、なんと究極奥義！あ、え、ちゅ、どうかしたか？あ、いや、なんでもないです。どうした、カイシン？元気ないな。何かあったの？実はこないだバスケの後昼寝してたら知らない女の子にキスされ、キース！お手自慢かよ。違うって、ファンが多いとヤバい子混じってんだよ。直前で目覚まして逃げてきたんだ。はあ、このままじゃいつか俺のファーストキスだって盗まれる。毎晩夢に見るんだ、女子の大群が俺のファーストキスを奪いに押し寄せてくる悪夢を。俺が何とかしてやる。え？お前のファーストキスは永遠に失われたが、これでお前の悩みもなくなった。おい、それ誰に聞いた？オタクな！おかしいよ、やっぱキスはダメじゃん、キスは男同士で。不潔不潔不潔！男同士がどうした？これであんたも不潔よ。はい。早くお姉様と。おお、哈尼，约会也不叫上我，说，你们进展的哪一步了？那就让我来消除误会吧。可以啊，这太牛了吧！哎呦，完了完了，我要被强暴了，救命啊！ルクス君が本気なら私は本当に婚約してもいいのよ。そうですよね。とても好きよ。え？もう少しだけ。リーザ様、サスケサスケって。
ナルト逆にガンダルテンじゃないわよ。マジかよ。あ、悪い。本日のダンスクイーンは春日崎かなこ姫に決定しました。それでは祝福のキスをキングより出番かを変更して藤岡春日から。え、まあほっぺぐらいなら。ねえねえ、もしかして春ちゃんファーストキスなんじゃ。なに、そのキス待った。あ、兄さん、行かないで。あ、めっちゃやだ。ちょっと、お兄さんと勘違いしてるのか。あ、誰なの。ってここまで運んできたんだろう。あなたは、おい、ちょっと落ち着けよ。マリア、あんたは私の味方よね。脅しに屈しなくていい。どっちの味方なの。それはですね、どっちの味方もお断りです。バサラさんは私のお兄ちゃんですから。マリア、そうだよな、こういうの良くないよな。千秋と見せかけて、うん、よっしゃー、ついにキスしたぜ。次はさ、エイリアンに襲われてあーはーからのキスとかさ、サッカーの PK ゴールからのキスとか。決着つけましょうよ。スナコちゃん。違う、君彼女いないの。だったら私君と付き合うわ。だって好きになったんだもん。だから、まあキスぐらい当然するよね。ねえねえ猫さん、それはダメです、耐えてください。臨機応変って言葉知らねえのか。顔近い、唾が飛ぶでしょ。先生来たよ。お待ちしてました。きったねえな。まずいです。デコモリ、リカ任せて、ユータは私が守る。大丈夫か、今ちょっと、何するです。やばい、遅れた。こうなったらジャムミングの中たちょっとユイさん、あなたと顔が近いですよ。握手か、そうか、うん、うわ、